四国にバス釣り行きますよ。今はね、多賀インターでちょっと食事してから行きます。もうすごいね、吉野家とかあるんだ。もうスターバックスがあるよ、サービスエリアの中に。麺丼屋、あ、今日ちゃんぽん食べますね。ちゃんぽん亭で。さあ、ちゃんぽん麺来ました。これうまそうやね。うまいだろ、このこれ。うまいだろ。サービスエリア、僕は肉そば食べます。今サービスエリアもレベル上がっとるやろ。上がっとるわ、これは。これはうまいぞ。うまそうやろ。ちょっと味見してどうですか。うまいね、これ。美味しい。うん。海鮮ちゃんぽん、普通のちゃんぽん、普通のちゃんぽん。これ豚そばちゃんぽん、いただきます。うわ、うまっ。ちょっとレベル高いな、今サービスエリアは。うん、これはちょっと近所に欲しいレベルだな。なあ、ちゃんぽん麺近くないもんな。ないもん、田舎だから。麺はどうかな。麺がやばいですわ。これうまいからね。あ、ありがとう。多賀インターで、食事をして、今からこれ食べるからね。またね、すごい広いね、多賀のインターは。ハイウェイバスがあって、ちょっと車に乗って行きましょう。これがまた美味しいんですよ、天むす。自分はこのね、磯揚げ、これが一番うまくて、このジャガバターが。うわ、ぬるいじゃん、あいつ。ババア、これ、あのババア、ぬるいの出してきよった。え、冷えとる。ホクホクの出さんかい言うて。揚げたてじゃないの。冷たい、もう。 あのババア、これ。いや、でもうまい。冷えてうまいんだね、それ。冷えてもうまい。あれ、UFO ちゃうか。あれあれあれ、光ってる光ってる。あそこ、あれ飛んどる飛んどる。マジで。あれあれ、おかしいおかしい。光っとるやん。あれあれ、やばいやばいやばい、UFO、UFO。UFO やん、マジで。うわ、今消えたやろ。あ、消えた。すごいスピードで走ってきたよ。どこに、どこに、どこに行った。ワープしてる。消えた消えた、マジで消えた。ほら、消えた。やな。あれ飛んどる飛んどる。また来た。飛行機じゃねえな、あれ。え、 UFO か。 UFO でしょ、さっきの光。めっちゃ飛んでるやん。自衛隊、自衛隊来た。何あれ。いや、あれはね、 UFO を追いかけてる。ロシアのヘリか。はい、神姫レストランでこれイカ買いました。うめえで、これ。お前よく食うな。イカはうめえで。出発。もう関西はうめえな。関西はうまいよ、そりゃ。名古屋の飯まずいじゃん。名古屋まずいな。関西うめえわ。これ何橋？これはあれだ。あ、赤潮橋。高校駅でやってるな。慶応と仙台行って。決勝戦な。どっち応援する？慶応でしょ。いや、仙台でしょ。慶応だよ。だって慶応って金持ちとかイケメンしかいないじゃん。俺慶応ボーイやで。だから慶応って嫌味やん。ああ、だから俺慶応ボーイだって。仙台ってなんか田舎のいい人が多いね。なんか慶応って嫌味やん、名前が。慶応ボーイ、慶応ブランド的な。なんか嫌だな。ああ、俺仙台応援してるけど負けとるやん。ああ、応援してる。8対2で。これがナルトの渦潮や。タチウオとかいっぱいおんねん、これ渦潮。タチウオおる。うん、これちょっと一発魚釣ってるな、関係の。陽介、おい陽介。ペロ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 チュー。今どこよ、これ。高松。香川か。うどんか。うどんだよ。うどん県か。うどん県。あれ、愛媛行ったら、お前あれ水道ひねったらポンジュース出るって。みかんのジュースくれ。うどんしか食っとらんねん、ここ。うどんしか食っとらんぞ、香川県民は。なあ、うどんしか食われへんねん。いや、うどんしかないんだよ。マジで。で、うまいんやろ。うまいよ。日本で一番のうどん県だろう。そうだよ。ラーメンとかないんだよ。 うどんしかないんだよ。よっちゃんはやっぱりうどんよりこっちの方、小指の方を求めとんちゃん。あっちの方だな。あっちの方。香川の地場を味わう。地場のな。香川を。地場のギャルをな。金払って、金払って味わいに行く。
3万5000円ほどかなって。ああ、香川県はどうかなと。香川の女だとうどんみたいな味がするんじゃねえかお前。おだしみたいな匂いするから。ああ、香川の女は知らんけどな。クワーッと開いたらだしみたいな匂いするんだ。うどんしか食うとらんねえな。これ高松やな。そんな吸いくないよ、だからだしの匂い。おい、えぐえぐおちんちんクッパーおちんちん。よっちゃ ん、 ん高松の町はなんか夢あるね。夢あるで。食い倒れ、お食い倒れのうどんだ。あとなんかいい女の匂いする。お前も女好きだな。こっちの方好きやでな。わし俺もあっちの方が好きなんだよ。うどんと、うどんとな、女の匂いする。高松さあ、東急ホテルにやってきました。あんたまさかここで、なるほどね、デリとか呼ぶ気じゃないだろうね。よっちゃん、よっちゃん、やめとけ、やめとけ。好きやでな、あんた。やめとけ。これお前の朝言っとく、言っとったのは旅の恥は書き捨てとかわけわからんけど、お前これ活躍させる気だろ今から。何言っとるんだお前。ここ読んだら怒られるね、この。今日のお部屋はどこだろうか。いやー楽しみだな、今から何が行われるんだろう。9号室かな、ここかな。あれあれあれ、開いてる。あ、こんなんなんや今日のホテル。こんなんなんや。すが金やったら持っとんね。これでなんか悪さできるんじゃないか。今日も金いくら持ってきた。今日適当に読む。15万ぐらい取るわ。くり、お金はなんぼでも持っとんね。金やったらなんぼでもあんねんて。うまい飯でも食べ行こう。なんかうまいもんあるかにゃ。香川は。え？香川いいもんあるかにゃ。あるやろそれ。なんか今回旅動画だから、あの明日釣りもするけど、まあ今日まったり動画だな。どうよこの香川の町。なんかええ匂いがするか。獲物の匂いが。メスの匂いがする。楽しみやね。楽しみやで。何があるんやるか今日。楽しみやで。今日何があるんや今から。焼き鳥でうまい店あるんか。焼き鳥というかさ、鳥のこの足、鳥足。これ名物なんかや。有名な。ちょっと焼き鳥しまんとったから海鮮食うか。しゃあないな。天ぷらとかも美味しそうだ。今から寿司かあとこっち。これゆりゆり。これこっちの方。あっちの方？うん。行くでしょう。好きだねお前も。ほら。乾杯。乾杯。僕飲めないけどちょっと一杯だけ我慢して飲むわ。これまたうまそうじゃない？うまいね。これうまそう。これ何？いただきます。うまっ。南蛮漬け。やっぱり香川マグロ県かい。マグロうまそうだね。マグロの一番美味しいとこちゃう。うわ。マグロの一番うまいとこ。うまい。めちゃめちゃうまいやん。これマグロの刺身トロトロ。美味しいねここ。この赤身とちょっと違うね。ここでお前イカゲソ食えやがったから。ああそこも頼んでな。俺の方がイカゲソうまい。これはどうよ。三種盛り。すごいな。アジとアワビと。すごいねこれ。なんやろか。めっちゃうまい。すごいね。アワビだ。うまくね。な。サワラ。これサワラか。サワラはだってあの脂っこいやつやろ。まあシーズンによるの。サワラはうまいやろ。あの時期は脂のとりで。やっぱアワビは最強やね。アワビ。やばいわ。これはキスちょっといただいていいかな。エビだよ。エビ。食べてんのかお前。もう当たり前よ。
人のものは自分のもんや。これうまいやろ。ほら。これはやばいだろ。あなたのこれ。お前エビだろ。マグロ食っていいかな。マグロお前じゃない。俺か。エビ。これ。本マグロやなこれ。本マグロ。やばい。タコがうめえやん。めちゃくちゃうまいよ。うわ。やっぱ天ぷらはキスだろ。キス天がうまいよな。おお。これまた鮎のすだちで絞りまして、これやばいでしょ。天然だよこれ。天然、半天然だ。半天然。本物本物。天然の鮎。これうまっ。いやー、岸さん、はい、よかったね。よかったね。もうカラカラやないの。え、カウパーが出ても大変だよ。マジか。カウパー高松も。でも本当にド M の女が多い。いいな、ここは。高松ってそういうとこなんだよ。そういうとこなんだな。尽くす子ばっかや。なんでかってうどん食べとるやろ。うどん食べたらド M になんねん。なあ、でも俺初めて来たね、高松。お前高松来たことなかった？ないよ。高松もドンキがあるの？ドンキあるな。高松ってか、たまにはこういう街を歩くのもいいね。いいよね、街ブラね。なんかああいう綺麗じゃん。俺らも街ブラで、街ブラ YouTuber になるか。人気出んぞ。出んか、街ブラ YouTuber な。やっぱり結構みんなやってるよ、街ブラとかつって。出るの？ブレイキングダウンとかに、ね、みんな街ブラとかつって。面白いな、ブレイキングダウン。俺らもやらなか、街ブラ。あれ星がめちゃくちゃ綺麗だもん、あそこの上の。ああ、そうだな。いい街やな。我慢汁全然いいやん。ここね、高松の何でも広場ってとこ。ここに書いてる何でも広場、これ見て、すごい高いだろう。だからここの広場やら何でもできん。何でもできるか。今こんな広い、何でも広場や。これ真ん中でよ。お、真ん中で踊りたいな。ここでな、この天井がもうすごくない。俺真ん中で裸踊りしたい。そらどんどんやりゃええよ。裸ピンク丸出しでさ。おう、裸踊りしたい。やっぱええ街やな。ああ初めて来た俺。お、結構広いしな。いいとこやだよ。愛媛より広いんじゃないか。広いな、これ大海道じゃん。いや愛媛よりなんか広くねえか、松山より。もうずっと同じ方が来るから。おう、行きますか。ということで、キク、まあ、ちょっとうどん連れてけよ。うどん行こうや、うどん。おう、うどんうまいぞ。おう、 その後 バスも釣らないかんからな。バスもな。ああ、バス釣れるか。釣るしも釣らんと、まあ、映画にならんだろ。映画じゃない、動画にならんで。映画だ本当にな。岡山もでもいいとこやな。これ岡山か、高松か、これ。すごい寝ぼけて、お前どこにおるんかわからんの。どうした？あれな、あれな、俺思うんだけど、何、釣り業界ってケチじゃね。ケチだよ、ドケチだよ。だってもう俺らがさ、ああ、こんだけいろいろやってさ、案件とか来ねえじゃん。なんで来ねえんだ。おかしいよ、ケチだよ、ほんと。なんで来ねえ。だから嫌いなの、釣り業界。ドケチじゃね。ドケチだよ。で俺らがこんだけいろいろやったらさ、1回動画作って100万とかさ、ああ、案件来ない。おかしいだろう。おかしいわ。島野とか大和とかよ。ああ、ということでキクリン、ああ、ちょっとピロートーク行くけど、何、うん、昨晩何点やった？何の話だお前それ。点数つけんかい。61。俺はな、58。雰囲気ブス。ああ、これえれえぞ。えれえな。やっぱりよ、顔がブスでも雰囲気よければまだ立つで。ああ、ま、顔がブスで中身もブスやったらお前どないせんよね。これ唾がまた臭いね。ああ、それはいかんな。うん、唾がお前しそうなのでお前、ま、それもその子の責任じゃないけどな。ああ、当たり外れってもえれえ目にあったで、この街で。
岡山で高松か岡山っぽいやんここいいレベルにあったぞ。あったか。おお、やっぱ松山とかの方がレベル高いな。ああ、まあ松山だから。メスはな。松山いいな。松山広島は。じゃあ今度ちょっと俺たちの風俗体験記っていう番組作るか。作るか。ああ、全国津々浦々。そういうのあるの YouTube じゃん。知らん。あるんじゃね。今時。言うか。ああ、だけどあの顔がブスなのはまだええわ。うん、それもしゃあないわ。うん、雰囲気ブスで唾が臭かったらお前なんともならんで。それお前50点以下じゃねえか39点やったでお前。そんな感じだ。ボラれたでこの町に。甘くねえだろ。何あれ。じゃバカ並ぶん、うん、でお前のそのおすすめの今な朝食うどん食い込むからお前バカいっぱいになるんだもん。なんだあれお前。1時間待ちだよお前な、うん、観光客やれ。もう俺らも観光客、うん、俺らはもう特別やん。あの食えないじゃん。俺の知り合いがよ、うん、なんか香川のうどんよりじゃ愛媛のうどんが方が上やって言い張るやつ。俺だまありねあいつそんなこと。香川がやっぱりうまいやろ。そうでしょ。でもあのだけどよ菊池さん、はい、あのコロナとかで嫌な辛いことばっかやん。そうだね、うん、嫌なことがさとか今不景気で嫌な世の中や。ガソリン代値上がりしとるしな。250円なんらしいし。ガソリン代高いぞ。でも俺今後な、うん、お前そういう不景気になったらまたええこともあんねんて。女か。やっぱり女のことか。不景気になったらお前、岡ちゃんが言うとった話か。そうそう、不景気になったらお前行き場を失った女かな。風俗とかに来て、ええー、思いいっぱいできんよ俺らが。ええー、思いできんねんで。そう、そういうプラスに捉えなあかん人生は。キャバクラからもっと落ちてきたら、ええー、女食んねんでっていう。そうそうそう。普段やったら触れんような女がな。あと素人、この素人の。素人も落ちてくんねんで。美少女系のお前風俗食んねんで。俺らも楽しめるやんけ。やんねんやお前。これ男の本音やからな。本音やな。俺代弁しとくわ。さあうどん行きますよ。美味しそうやん。美味しそうでしょう。ちょっと味が重要だから、ちょっと味を味わってみるわ。レベルを俺見るわ。いただきます。独特だね、うん、独特。本場の味やわ、うん、この肉うどんがやっぱうまいな。うまそうだこれ。聞くよ。うん、今日ちょっとブレイコーで本で喋っていいか。ブレイコーか。喋れ喋れ。視聴者もそれが聞きたいんだよ。日本の釣りガールってブスしかおらんくね。そうか。マジで。いやこれ言うとめっちゃ叩かれたんだよ。うんうん、ライブでさ、ああなんか可愛い子がいないよねって。まあそこそこ可愛い子いる。いやもちろんもちろんそこそこはおる。ブスじゃないと。けど。その言い方がちょっとある、ね、あ、そっか。あんまりもう特 A クラスいないよねとか。うん、まあただ、ね、俺の心に聞くと胸に手を当てると釣りがあるブスじゃね問題で、唯一綺麗だろ凛花さんや。凛花さんは綺麗というか可愛いかな。いや凛花さんだけや、まあ、性欲を俺の性欲を満足させてくれるのは凛花さん。いやいやなんかもう女としていいや、うん、あと全部ブスじゃね。そんなことね。いやいやマジで。じゃあ俺じゃあ教えて、可愛い子教えて。もうみんな可愛いよ。誰？あれに出とる子可愛いよ。陸上に出とる子たち。名前出てこないさ、陸上。やっとちょっと垢抜けんや。いや番組は面白いけど女としてはちょっとイメージや。無視じゃない。これ怒られるまたこれ。いいんだ。ファンが切れる。いやいいんだよ。じゃシンプルに、うん、なんかちょっとブサイク多いなと思ってて。そうか。もうちょっとイケ上。いけてるかって言ったらそこそこいけてるぐらいだよね。うん、エッチしたいって言われたら別にしたくないもん。そうか。うん、したいよ。やりたい？したいよ。聞くよ、ね。俺の知り合いのがこの間ひでな、なんか言っとった話して。誰が話した？今ちょっと名前は出せんわ。教えてくれよ。要するに女は二十歳超えたらおばはんや言いよんね。二十歳でおばはんやと？おう。なあアホなお
ほんまやで。何言っとんねんお前。まあちなみにうちのリスナーが言おうんやけどな。何言っとんねんそいつ。ハム太郎言うねん。ハム太郎あいつか。ほう、わら、二十歳超え。言っちゃったかハム太郎。言うてる。二十歳超えたらおばあさんって名言があんねん。何言ってんねんあいつ。どんな、二十歳超えたらおばあさんとか言って。いやいや。本物ロリやあいつ。犯罪者やねんかそれ。犯罪者犯罪。行くよ。昨日インターネット喧嘩しちゃったよ。誰と？コリンコリンコーちゃん。コーちゃんと喧嘩したの？おお、揉めたやんちょっと。コーちゃんお前いいやつやぞ。で揉めた理由が、その野球やねん。野球？あいつ中日ファンやん。コテコテの。ああ立浪のな。そうあれでも喧嘩。もうそういう些細なことや。まあやっぱね自分が好きなものをね。そうそうそう。言われると。でも俺思うやん。俺も一緒やね。大谷のオカマ説っていうのが俺の中で出とんねん。大谷オカマ説だって。あんだけ金持っとってな、あんだけ人気があって女関係が一切情報ないやん。いやそこはもううまくやってんで男と一緒に住んのやろ。もうあの通訳の人。いやだからオカマやねんあいつ。いやいやいや、あのオカマの人でやってるってこと。オカマじゃない、いやだから通訳の人でやってるって。20代で元気で、で女も寄ってくるわけじゃん。いやそれは寄ってくるけど。で女関係の噂がないっちゅうことはさ、オナニーで我慢しとるわ。それおかまなんちゃうか思った。俺キクはお前野球どこのファンなんや。俺広島カープって知ってるでしょ。あの貧乏人の球団か。あの給料もな、あの選手も安い。やめとけよ他の球団。他のな、それ分かった。ちょっと感情的にならずにちょっと聞いて冷静にな。あの中日とか巨人とか阪神はもう奥ラスで。いや中日の方が今土下地だから。そうだ、ね、中日の方が土下地だ。あの選手に1億円出さないで1000万2000万でやらせとれないかお前。いやいや違う奥おるの。中日の方年俸奥おるの。そりゃおるよ今時だ。昨日なあの風俗場って話しとったやんあのキャバクラとな。あの俺には夢があるっつって夢語ったん聞いとった。知らない。俺の夢は、ああ小学校出たら成人説やね。もうたまに言っとるな。うん、そハムの影響やね。ハムが言うとったよ。ハムの影響。もう小学校出たら成人式やろうって。おめえ早えよって。俺もやバカだ。そう。でそれを言ってみたよキャバ嬢たちに。どういう反応するかなって。俺には夢があって、生まれつきロリで病気なんやと。ああ小学校出たら成人式で、うん、中学校入ったら日本人女性をな、強制で性風俗に就職させると。性風俗に就職させる？いやだからそうや。小学校出るやん。だから成人式やるやろ。だから中学になったら強制的に2年間懲役みたいなもんや。なんで性風俗に行かない？いやいや風俗やで。全員強制で。とんでもねえよ。うん。これハムの夢やねんこれ。ハム何考えてないっすね。ロリや。おいハムだ。これお前、お前暴露しとくけど、お前昨日お前あの夜遊びたいみたいなあるじゃん。ああいう風俗案内所みたいな。ああ。ほんでお前がなんて言ったか知ってる。そこで知らない。15歳ぐらいの子おらんかな言って。お前もロリやん。今日本気やったやん。15歳後くらいの子おるとかっていないいないって言われて。聞く。あの35を超えて結婚してないぞ俺やん。それはおるやろ。あいつらってロリかオカマやねん。お前オカマか。お前はオカマか。俺は究極の遊び人やからいいんや。お前はオカマだ。だけど35を超えて結婚しないってやっぱりロリかオカマ。聞くよ、うん、俺お前のことよ視野が狭いと思っとんねん。俺の視野が狭いの、うん、なんでかわかる。お前恵まれとんねん。なんでよ。何が恵まれとんねん。見た目が普通やねん。これ楽してきとんねん。俺とかな。ちょ待て待て待って聞けよ。俺とかな。カメドンとか陽介みたいなんで生まれてこいよ。お前人生ガラッと変わるぞ。カメドンは嫌だな。もういやいやもう歩くだけでまず冷たい目で見られるんやから。視線がまず冷たいんだから。そうだよ。それちょっと残念な。そうこれお前だからお前その辛さを味わってないよまだ。まあまあ。視野が狭いんやだから。狭いの。狭い。その健常者の意見やねん常にお前は。あ、まあ
残念だな。おお、俺とかお前カメソンとか陽介のお前底辺のな人間は辛いこといっぱい知っとんね。陽介もか。そう、陽介自分のことイケメンだと思ってあれはもうネズミ男や。いや、カメのお前自分のことものすごいイケメンだと思ってカメの八百屋のおじさんや。あれ八百屋のおじさんだけど、おイケメンだと思ってる。いや、神様はやっぱりおらんわ。カメさん聞いたらブチ切れだよ。いや、いいよ切れても。だって八百屋のおじさんや。あれすごいイケメンだと思ってるよ。本人モテる思い込んどんね。陽介もそうや。イケメンだって。もうネズミ男みたいな顔してる。適当にやるか。聞くよ。女釣るんと魚釣るんどっちが興味ある？それはお魚に決まってるじゃん。やな。もう女はええわ。女なんかええぞ。魚釣りに来たんや俺は。なあ。釣るぞ。これ不中古か。不中古。スピード違反やね、あのトラック。めちゃめちゃ飛ばしてきたあいつ。80キロぐらい、90キロぐらいです。危ない。これ釣りしてえのここ。聞く、お前何でやる？うわっ、めっちゃめっちゃ釣れるやつやん。これ俺のおすすめのやつよ。これこれめちゃくちゃ釣れるから本当に釣れる。まあとりあえずサーチしないとね。そうだね。俺は見てネチネチ線香。ネチネチ線香じゃん。ちょっと釣れるまで投げていくわ。山線香でサーチ、糸ひげリグ。全然反応ないけど不中古。甘くねえな。てかこれもう外気温40度超えてるぞ。てか全然釣れんぞここ。キクどうよ反応。コバスが2回当たったぞ。マジで？ルアーは？ルアー、俺今そこさ一周ぐるっとしてきたんや。ああ40度超えとるやん。あ、まあな。進んどって。諦めるの早いよお前。バス釣りに対する早いよお前、気持ちがなえとるよ。2回当たったよ。マジで15センチやけど。じゃ釣れるよ、うん、みんな覚えて、この府中湖っていうとこは来ちゃダメ。バスがいない、釣れない。おい、んちょっとこれ見てくれよ。何？おう、何？ねえ、庄原、久屋、陽介、見しとけよお前。ピロ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 キュー、おまんこ。釣りガールおれへんか。釣りガール、おどこに。いや今から釣り現場によ。あ、現場に釣りガールおったらよ。ああカメラ、まあ、勝手に回して盗撮しながらよ。ああ釣り教えたるよいう動画撮ろうや。おいマンコペロペロペロン。聞くよ。なんだやっぱ釣りがあるってええよな。お前さっきまでブスばっかり言うとったね。いやいや、それそれお前男心、お前な、ないな。女にモテん、お前は健常者や。ああ俺らみたいなお前、いやもうそういうもん強がって言いたくなるんよ。そうなの。おー好きやで。俺にはそんな気持ち全くわからんもん。お前健常者やろ。そう、おう健常者やお前は。釣りガール可愛いよ。俺とかカメドンとか陽介みたいなお前、お前障害持ちの人間から言ったら、お前女も相手してくれへんねんって。障害持っとるから。そうか。そうやで。だからお前マジで人生の幅狭いね。あ、そうか、我々。おう俺らみたいなな、カメドンとか陽介とか俺みたいな障害持ちや、お前どんだけお前女にモテん、お前辛い人生お前歩んできたんや。そうなの。おうやで。見ただけで女が避けてどっか行くんやから。まあそういうこともあるかもしれんな。おうえれえ、神様おらへんね世の中に。そうやろ。釣りガール探そうよ。ちょっと釣りガールちょっと呼んで。まあでも釣りガールおらんかな、やっぱり。あのな、ああ黒ギャルがいい。うん、海な、海かな。足がな、ああ細くてな、ああ真っ黒で、もうギャル。海行こうよ。ギャル呼んで。海行ったら俺だ。最近白い豚が多いじゃん、白ムチの。いやいいよ。俺嫌なんだよ。あいいよ。俺何でやるの？夏はな、やっぱ真っ黒のな、あの小ギャルや小ギャル。いないよ。連絡するなお前。女だったらええだろ。今回は釣りしながらの旅動画だからな。釣り旅だよ。人生教えるって。よ聞くよ。女ってええもんやぞ。
お前も女好きだな。好きやね。女ってお前、うん、大谷を見習えよお前。やだよ、うん、昨日の女がよ。昨日の女って何の女？風俗や。昨日風俗行ったんかお前。おおい、昨日はデリな。あ、デリお前呼んだのか。まずな、つばが臭い。 あとマンクサ。マンクサってどういうことだ。おまんこが臭いな。おまんこ臭いね。ほいでな、おまんこ臭いね。今な、メールが来たやん、デリから。え、本日昨晩ありがとうございました。昨晩してくれた何々ちゃんはどうでしたでしょうか。そんなんこんの良かった点、悪かった点を返事してくれってきとんね。見せえな、それ。だからさすがにここでよ、唾が臭かっておまんこも臭いって書けへんやん。いや、書けよ。書いた方がその女の子のためだよ。そうか、もう直そうと思うじゃん。おまんこ臭いんだ、ゴシ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 って洗ったりさ。唾臭いんだったらいろいろ歯磨きしたりとか、息吸ったりいろいろするでしょ。まあまあな。でもうちのチャンネル出てくれたよ。ああ、メンバーで言うとさ、うん、こうちゃんとかお前はイケメン枠やん。こうちゃん、コリンコリンこうちゃんや、うん、とかな。ああ、お前とかはまあイケメンの方や。まだ健常者やお前らはな。まあ、サワチ見てみよ。サワチ、まあ男気がある男やね。サワチも豚やないか。あれ男気があんないと。おさぼさんとかさ。おさまさんもただのおっさんやね。いや、おっさんだけど、お前、男気あんだよ、あの子たち。サーチンただの豚やったよ。男の中。サーチンもあれ、ええやつやけどな。サーチン、ええやつや。うん。でも、お前、豚って言うけどさ、うん、サーチンやな、あれ、飯食いに行ったら全然食べんのよね、あれ。知っとるか。そうか。全然食べんのよね、なんでか知らんけど。焼肉行っても全然食べんかった。いや、サーチンでもええやつなんや、人間性が。人間性いいやつな。うん、ただな、一つ問題があるの、ね。うん、サワチンな、サゲチンやねん、あいつ。サゲチンなのか。サゲチン、マジか。そう、関わった人、関わった人が下がっていく。下がっていくの。サゲチンやん。やっぱでもよく聞くよ、昨日も高校野球見とって思ったけど、イケメンって浅いよな。そんなことね。浅い。そんなことね。人生が浅いんよ、やっぱよ。辛い思いしてな、冷たい視線を普段から浴びとると、優しくなれるんやんって人に。俺らはそんなことないか。ひねくれてくる。ひねくれてくる。逆にどうなんだろうな。あのブスと美人で性格が悪いってよく言うでしょ。いやー、もういろいろだよ。美人でもいい人はいいし。そうか、やっぱ育った環境とかさ。見た目じゃないか。いや、環境とかいろいろあると思うよ。友達だったりとかさ。まあな。そんなことやっぱ俺揚げまんがいいわ。アゲマンおる？サゲチンよりアゲマンがいいじゃん。サゲチンとサワチンの見つけたらあかんわ、それ。それ言う、使えへんがな、動画で。聞くよ。お前、YouTuber でよ。ま、俺も実は顔広いでよ、こう見えて。あ、そうなの。お前、コラボしたやつおったら、お前、刺したるで。誰かおる、言ってみ。あ、やっぱ、アゲマンがいいな。誰がいる？アゲマンのジュエリーとしたい。ジュエか。揚げまんのジュエリー。でもジュエリーちょっと豚みたいになってるから、わし興味がないね。いや、そんなこと言うなよ。なんでや。揚げまんさんなんだ、あの人。いや、俺ガリフェチやから。お前の好みは言わなくていいんだよ。なんでお前の好み持ってくんだよ。いやいや、ちょっとジュエリー劣化説を俺問いとる最近。劣化しとってもいいじゃん。まあジュエリーはすごいけどな、よう知らんけど。いや、揚げまんだと思って。そうか。で、ジュエリーファンやな、お前は。ジュエリーファン。まあ、ちょっと連絡してみるわ。ジュエリー高橋というもんですって言うんだよ。いやいや、ファンが勝手に言ってくれんねん、俺のファンが、うん、ファンが勝手に口説いてくれるから。マジで。あとおらんか。いや、もうとりあえずジュエリーだな。ジュエリー以外。ジュエリー以外の、まあ、でも揚げまんじゃないと嫌だからな。ジュエリーは揚げまんやで。あれジュエリー揚げまんだろ。あれ、ああ。俺はそれ思っとるわ。なあ、陽介は陽介下げちんか。なんで陽介なんだよ。下げちんか。あれ陽介いらないよ。ヨースケとか言わないよ。ヨウちゃんはサゲだろ。ヨウスケはサゲちんだよ。もう俺最近ヨウちゃんのこともネズミ男言うとんね。なんかゲゲの鬼太郎のネズミ男に顔が似とる言うて。そうか、似てねえかちょっと。雰囲気なら顔とるな。雰囲気ネズミ男か。ネズミ男系だよな。サゲちんネズミ男とかヨウスケって言ってもう悪口を言うな。悪口を。やっぱりそのコラボじゃないけど、俺一回 YouTuber の集まりに呼ばれたことあんね。楽しかったで。ヒカキンとかあった。
ヒカキンとかそういう大物じゃない、小物ばっかや。小物ばっかり。小物の集まりやん。でなんかよう分からんやんな、バス釣り YouTuber の飲み会に誘われてな。そんなの行ったの。うん、呼ばれたで。で10人ぐらいバス釣り YouTuber おってん。しょうもなさそうだなそれ。もう下げちんばっかや。しょうもなさそうだそれ。もうほぼ全部下げちんや。もうな上り目じゃなくても下がる一方や。下がる一方だろ。そう。でも楽しかったね。その傷の舐め合いが。そう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 。こう行き遅れた連中の集まりや。おお。あれはあれでええで。そうか。下げちん仲間っていうか。下げちんで、下げちんと引いてこいって。そうやな。俺揚げまんがいいんだ。ジュエリーあれどうやり、イータロ。イータロは顔ブスだろ。イータロ、イータロブサイクだろ。揚げまんだぞ。揚げまんか。揚げまん。まあでもちょっといい女かもな。イータロ揚げまんだ。あの八重歯が可愛いじゃん。八重歯のお前狩りのところにかけてもらってな。個人的にはああいうくるみ空みたいなのが好きだな。ああ、まあまあな。お前くるみ空、お前ドリカムじゃないわ。黒人っていうか、色黒いな湯浅ドリカムみたいな可愛い女の子いるじゃん。おいでくるみそらがしばかれたんや。そうでしばかれたとも泣きながら気持ちいいって言ったんだよ。その時の顔が良かった。気持ちいいって言った。揚げまんじゃん。揚げまんやで。くるみそらとコラボしよう。であいつ数字にこだわるから。数字こだわってたな。ああ数字が言ったあんた持ってへんやろ。そんな感じだったな。そうやな。ブレイキングダウン見とるんか。たまに見とる。俺も見とるで。毎回課金してみる。課金してみとる。お俺はあの裏では前誰か上げてくれるやつ見とる。ただのやつな。ああブレイキングダウンな。誰か上げてくれるんだよ。ツインドームツインドームから、妖怪圏のコースで行こうか。聞くよ。なんだちょっと愚痴っていい。これ動画長いからもういいから誰も見んから。俺をやっぱ友達と貸し借りとかいかんな。それはいかんわ。でな、ターボが泣きながら電話が出てん俺のとこに。なんて金貸してくれって。おお金貸してくれって。おおで200万貸してたんだよ。ターボに。ターボに。あのターボに。それはまずいだろ。もう自殺するみたいな話やったよ。もう自殺するか動画でもう絶対返すからと。で200万俺あげたんだわ。もう多分帰ってこんわと思って。そしたらもう着拒されとんねん。おかしいだろ。200万だぞ。まあ俺金持っとるからどうでもいいけど、200万ごとき飴玉みたいなもんやけど、200万お前借りといてありがとうもなんやで。詐欺師やであいつ。詐欺人だ。お前も150貸しとるだろ。帰ってこんやろ。ターボ。ターボ金返せやあいつ。こっち着拠だぞ。着拠か。つれえよ。俺も着拠だ。お前も着拠だろ。お前電話しても出ないんだろ。だから皆さんね、友達に金の貸し借り良くないからね。良くないな。ターボ。ターボ。ターボさん。ターボちょっと。まあ釣り行ったのにな。いや俺はもう生きとるだけでいいよって言ってあげたい。また呼ぶかターボ。いや自殺したらいかんぞって、うん、自殺したいみたいな話でな、もう生きとりゃいいぞっつって。ただ着拠はあかんやろ。200万貸した俺を着拠はあかんやろ。こっち全員で貸しとんね。やったようなもんやで。まあやったらあかんやろ。なんか感謝全くされてない感じせん。されてない当然だろ。トベのターボな、あいつもういい感じせんあかんわマジで。まあ、テルちゃんと俺のお前あれ知っとるか、乱闘騒ぎ。どうした？テルちゃんとスパーリングやっとったやん。で、テルちゃんふざけて軽くな、マススパーやろうってやってたんや。じゃあテルちゃんアホやから本気になって蹴ってくる。フルで。それマスじゃないよ。マスじゃねえよ。フルで蹴ってくるから、俺こうカットしたやん左足で。カーンって。その足の骨折れたやん。お前の？テルちゃんの。てるちゃんの方が。そうそうそう。ほいで20万くれ言うて20万取られたんやって。本当やで。これ実は実はそれ詐欺師やん。詐欺師やであいつ。詐欺師やん。てるちゃん自分が本気になって殴りかかってくるから、こっちも本気でやらざるを得ないじゃん。でお前分かんないと思うけど、ローキック思いっきり蹴ってきたからカットしたんや。こうやってカーンって。差しの骨折れてな。で20万くれ言うて、お前これあげたんだから。危ねえ。何が、
ねえやった危ねえわ、やたりやであいつ。え、そこ坂ダム？坂ダム上だよ。坂ダム後で行ってみようよ。行ってみよう。坂ダムでもすれとるやん、ドクリアやろ。やっぱバス釣り旅もええな。なんかその釣りだけじゃなくて、その土地を味わうっていうかな、土地のうまいもんとな。香川に行ったからよかったよ。香川もよかった。いい女おったいっぱい。いい女おっただろ。おったな。ここ何回来たことある？4、5回ぐらいか。最近よ、俺ずっとバス釣り YouTuber 見てなかったよ、で今回釣り来るから結構見たんよ、結構もういろいろ変わっとんやな。まあな、お時代の流れは早いでしょ。変わっとるわ。じゃあちょっと釣るか、聞く聞く、一発頼め、頼むよ。ペロペロペロン、おまんこおっぴろげおまんこって言うなよお前。これやってみるか。見える？キクが嬉しそうにやっとるね。キク、いつも釣りヘボいでな、ちょっと教えたらないかな。キク、どうよ、どうよ、なんかいい雰囲気。何投げとる？クランクか、俺シャット、エビスルー。雰囲気いいね。ていうか、ここさっきと厚さが違うことない？涼しい。なんで？まあ、この森林浴じゃない。なあ、さっきめちゃくちゃ暑かったよ。全然いい。ここいいね。ここだったらなんかまあ数時間多分やっても大丈夫。なあ、さっき場所が悪いわ。あれ40度あったわ。釣れるといいな。ちょっと釣るまでやるぞ。来た？来た？釣れた！ゴミやん。キク。エビスルー一等で釣れた。釣れたのお前。おう。おい。一等。今投げて、一等でちょんちょんってやったら、エビスルーがいかに強いかだよ。小バスにはこっちの方が効くんだ。いや、エビスルーは食わせ能力最強よ。一等やで。なんもこれ、当たりもないよ、こいつ。でかいから、それ。デカバスしか狙ってねえからな。今年初バス、8月で。ありがとう、エビスルー。すごいじゃん。もう一時釣り行って仕事ばっかりやっとったからの。これリリースしていいやろ。どうよ、反応は。反応はないな。ないか。釣れるか。釣れたもんな。一匹だ。なんかでも雰囲気ある、あるじゃない。まあちょっと粘ってみる。そうだね。外行け、多分暑そうな気がする。でよ、インターネットでよ、陽介、モンキッキー陽介ってやつが悩んどんねん。彼女ができん言うてな。まあ気持ち悪いからな。でちょっと勇気づけたってくれ、ようちゃん。ようちゃん、お前気持ち悪いんやからもっとオープンに行きなさい。ペロペロって。おまんこ、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 おまんこ。結構浅瀬にね、あの小バスが30センチぐらいのがさーって泳いでるね。まあ基本見向きもしませんわ。たまたまいいタイミングで入ると反射で食うみたいな。結構擦れてるね。ふい、2匹目ゲット。あそこの岩場のとこにね、投げたらね、3連続バイト。あそこ、まあでもこのサイズだね。あ、四国バスかわいい。あそこのね、駆け上がりのとこに今3バイトがあって、1匹釣れたじゃん、小バスね。だけどあれだわ、あとが続かない。結構擦れてるね。まあ30ぐらいのがね、追いかけてくるけど、ひたすら食わないね。なんか出会い頭でしょこっと入ると食うみたいな。だんだん熱なってきたな。30度オーバーやで、これ。32度。ああ、どうよこの池の状況。いや結構状況はいいよね。いいというか、悪くないよ。あの擦れてて、全部見切ってくるというか。いやでもまあそれでも食ってくるから、言っても聞く。お言うて、お前坊主やろ。もう言うなそれお前釣れないんだってここ。擦れとるやん。当たったけどな。
ワミでやってんよ。今ワームに変えた。結構食わんやろ。追いかけてくるやん、小バスはな。食うぞ、食うぞ。ただ結構プレッシャー入ってるな、ダムは。意外とな。聞く。どうや。どうや。食わしとる。食わしとる。お前、坊主じゃ帰れんぞ。言うな、それを。はい、やれやれ。おい、コウジ、猫好きに行け。おまんこ、おまんこ、ピロ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 チュー。キク、俺なんで動画投稿してるか知ってる？なんで動画投稿？おう、うん、考えたことある？そうだな、やっぱりみんなのためじゃねえか。俺は違うか、恵まれないおじさんのため、うんうん、そういう感じのな、みんなのため。ブサメンでな、うん、まあブサメンとかいらない。ブサメンのお前、カメドンとか結構イケメンだし。カメドンとか陽介とかな。カメドンイケメンだって。なことないわい。そういうな、ブサメンを勇気づけるために自分がわざと汚れ役やってな、うん、お前らもう大丈夫やった、そういうために動画投稿しとんねん。あ、そっか。お前らカメドンブサイクやで。ガメドンイケメンだよ、お前。そうか、ヨウちゃんもネズミ男みたいな顔して。ヨウちゃんネズミ男だ。でも頑張っとんねん、それでも生きとんねんって。八百屋のおっさんやん。おう、キグリ、うん、俺思うんやけど、うん、でも釣り好きのおじさんってキモいやつも多いよな。いや、キモいやつしかおらんだ。うん、はっきり言うとな。逆に言うと、ああ、それ知らないわ。キモいやつしかいない。うん、見てみや、お前。メンゴーと PK と。うん、気持ち悪いだろ、あいつ。今からお前、明日の運の悪口言うなよ、お前。全然イケメンやないか。みんな気持ち悪いって。JK もキモいぞ、あいつ。JK も爽やかやないか。キモキモ。お前、JK も TK もきちんとお前、結婚してやな。うん、子供持ってお前、それなりにお前、健常者やぞ、あいつら。お前、カメトンとか俺とか、お前、陽介みたいな、な。お前、もうできそうないとちゃうんやから。もう、そういう健常者の人だ、健常者だよ。キグ、うん、なんかさっきツイッターでコメントで北海道のよ、うん、トモロックっていう YouTuber が絡んできとんねん。何そいつ、知らんのか。北海道のトモロックって何そいつ。何が気持ち悪い。北海道のお前気持ち悪いな。 YouTuber でロックでな、うん、うちの兄ちゃんがお前たまたま見てやな、実の兄やぞ。何見たの。トモロック見つけてな。あ、見つけたの。ほう、ね、動画ちょっと15分ぐらい見て、こいつはやべえぞって。おー、マジで気持ち悪いと思ったんだけど。こいつはやべえぞって言ったんだよ。聞くよ、うん、リスナーさんがまあ期待しとんねん。俺らが釣ることを。お前釣ったじゃん。いやいや、まああれはこうでかいのさ。あ、でかいのな。でもリスナーさん、視聴者さんのためにやろうや。そうやな。あ、もう俺らのためにもやるし、でもリスナーさんに夢見せてえやん。夢見せてえな。おお、でけえのが釣れるってよ、うん、その夢見せれるかどうかやん。60やな、60。6は言わんでも、ここ60おらんやろ。池で60っていうな。ここおらんと思う。そういう夢を見せないと。55が最大かな。55か。おるかもしれんけど、池ちっちゃいから。池で60夢あるだろう。まあありえんことないけどな。おい、猫好きミキ、お前何でやるつもりや。クランクでしょ。お前これ1年前にここでクランク釣ったからだろ。45を黄色いやつね。44を、それほんま40、50みたいな話で44っつったな。まさにね、あの時釣ったのが、うん、これこれ。いや、じゃあそれ投げや。これかな。俺はシャット投げようかな、うんうん、これでやろうかな。アメマス、ちょっと足元危ねえな、ここ怖っ。反応ないか。来た。ナイス。ナイス。何センチ？よっしゃ。来たか。ナイス。
行け。ナイス。またバレたか。バレた。でかかったな。でかかった今の。お前釣ってくれよ。釣れた。釣れた。なんか変なの来た。でかい。でかい、重い。ちょっとゆっくりし、いや、でかいか。うわ。でかいんかいお前。うわ。ナマズ。ナマズ。うわ。見せてみ。ナマズ。何センチ。やべ。サイズよ。上がるか。でかいか。小ナマズ？中ナマズ、ね、中ナマズか。おお、いいじゃん。初めてじゃない、ここでナマ釣ったん。いや、あるよ、ラムで。しっかりかな。ここやっぱチャートが効くな。連発やん。うわ、いいナマズやん。ナマズ。ちょっと待って。いや、40センチあるよ。これ持って帰ってナマズ屋に売ろう。おお、ちょっと待って待って。ナマズ屋に。ちょっと待ってよ。うわ、ドナマズ。ちょっと。取るわ。あれ、ペンチ。ちょっとペンチ入れるこれ。ちょっと。太。なんか太くねえこいつ。なんか中部地方のナマズと顔ちゃうぞ。45ぐらいあるよ。いや。50ぐらいあるか。愛知県のナマズと顔つきちゃうな。マジで。うん、ちょっと違う。顔がひれべったい。顔ひれべったいんだ。松山ナマズやん。逃がしてあげよう。うん、ペンチがいる。おるんやなここナマズが。キクリン。やったよ。愛媛で初のマナマズ。やったよ。でかくない？すごいひげ。ちょっと取ってあげよう、かわいそうだから。うん。よっしゃ。よっしゃ。よし。陽介によろしく。一言。陽介。ピャ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 ン。貴重だからさ、コンクリートの上置いちゃダメよ。傷んじゃうから。そうだね。よかったね、キク。ねえ。やっぱ工事のおかげか。工事のおかげ。猫好きニキ。あのおまんこにきのおかげで。おまんこにき。やったな。よっしゃ。ちょっと今日ね、iPhone で撮影して GoPro 持ってこなかったんで、ヒットシーンがないんですが、コバッチが来てくれました。ついに、2匹目。この池2匹目。さっき撮れなかった動画。うちのお前、大物釣れたんかと思ったら、お前、クロスラインで俺、来たーって言ったら。この木お前のせいだよ。お前。おお。ああごめん。ちょっと外れちゃって。ああごめん。はい、このサイズはさっきから連続で釣れますね。はい。10センチから20センチの間はバンバン釣り始めました。よし。フィッシュ。これはなんぼでも釣れる。正直。このサイズは入れ食いにはなるけど、サイズが伸びない。一匹ね、35ぐらいのぶらしたな、今。まあ、このサイズじゃねえんだよな。でも非常に嬉しいです。はい。バスは日本の国魚なんでね、どんどん増えてもらわないと。さあ、ありがとう。キャッチ&リリース。来た！来た！でかい！キク来た！でかい！これ40アップだ！ついに来た！おやし！これはでかい！こう、上がってこないから。これでかいぞ。来た！うおー！でかい！これは来ただろ、40アップ、45。よし！うわぁ！巨大なマズや！でかなまずや。でか。そう。一緒ぐらい。ちょっとでかいか。今日ナマズ釣れる日か。でかバスかと思ったわ。45来たかと思ったら。イエー。なんでよ。もういいよ。しょうがないよ。危ないから気をつけてね、これ。振る。でかなまず。いや、ちょっと取ってあげよう。いや、マジで悔しいな。バスかと思ったよ、でかい。ちょっと危ないからね、これ、針気をつけてね。ちょっとごめん。ちょっと待って。うえ。でかな、まず。やった。
罰じゃなくても嬉しいや。よし、ナマズくんね、長生きしてね、子供産んで。よし、ぬめぬめくっさ、なんかバスみたいな匂いすんな。これは入れ食いなんよね。キク、入れ食いだなこれ。キク何やっとん？ラバジか。俺はもうあれだよ、おちんこワームだ。ちっちゃくね。よし、なんか対抗がすごいな。なにこれ、やっぱワームよりね、ミノーが今日反応いいですね。チビバスだけどデブンデブン。対抗がもうフロリダ、四国にもフロリダ来たか。行く、もう5時半だけどよ、6時か、ちょっと移動してよ、伝説のスタッカーワイド行け、行かんか。今から行って30分だけできる、真っ暗になるまでやろうや。キク、一発おまんこふっといの頼むぞ。おまんこふっといの、陽介に。陽介、陽介、おい陽介、陽介。キク、ラストさ、あの伝説の映画ブラックバス3に出てきた通貨スタッカーワイド池行こうや。釣れるでね、でかいのが。そこ釣れるで。40が釣れるよ。ああ、なんか。あるかも。50ないがな。あ、30分だけラストチャンス。ちょっと静かに行こう静かにな。最後はこれで行くしかねえか。明日降りれるな。ちょっと上から。どうよ。反応ないか。おバス水抜きしたか。マジか。ちょっと一匹釣ろうや。なかなか厳しいね、反応がないっす。これ降りてって下に池があるんだよ。それで俺もドロドロになって昔やってこばせたことあるけど、下に秘境みたいな池があるの。まあ、ちょっと投げてくわ最後までな。ということで聞くよ、今日やりきったの。疲れたな。もう今7時だわ、うん、そうだな、もう7時だ。マジでこの映画撮ったから、これ6年前の映画や。これそうやで、うん、お前見た目変わらんの。変わってる。いやいや、全然老けてないで。お前もイケメンや。5年前と比べてだいぶ老けてる。いや全然変わらん、うん、違うんだよ。お前はな、健常者だからな。俺らみたいな、お前カメドンとか俺とか陽介みたいな、なはぐれもんとちょっと違うんや。まあそれは違うかもしれない。おう、やっぱ結婚してな、しっかり子供がいて、そういうお前は健常者や。そうか。おう、俺らの気持ち分からへんのよ。分からんわ。おう、確かにお前らの気持ち分からん。分からんやろ、うん、本物底辺や俺らはな。あ、ということで底辺は分からん。今日はただ朝からバス釣りしてさ、うん、まあ移動しながら、うん、でやりきって、でナマズまあ45ぐらいが2匹と35、1匹バラシがあったけど、あと動画撮ってないけども、こういう20センチのバスはもう2人合わせて70匹、うん、無限に釣れたね。お前が40、俺は30ぐらい釣っとるわ。釣っとるな。あ、でまあこんなんばっかりな。ただサイズ最大25ぐらいだ。そう、サイズが出んかったな今日。サイズ出んけど、みんな腹パンだったな。おお、結構腹パンだったやろ。いや、小一個食うとったんや。おお、活性高かったよ、なんか用に。まあやな、ここは釣れんかったけど。ということで明日もあるで。明日も今からちょっと焼肉行くんだけど、明日もあるでよ。あのあいつおるやん。誰や。コージ。コージ、おう、猫好きニキや。このやつか知らねえんだよ。俺も知らんだわよ。ただよ、 お前がメッセージ送ったったやん、ライブで、うん、ツイッターで。そしたらやったー言って喜んどったで。お前もファンやで、うん、まあファン地道に作っていかんとな。おう、猫好きニキ、猫好きニキ、ファンになったれや、お前。ああ、登録しとけよ。しとるか、登録しとる、うん、ということで、キクさん、はい、最後一発太いやつをアドリブで。もうやらない。
頼むわ、向こう向いとくから。いやもうやらない、向こう向いとくとかどうでもいいんだもん、やらねえよ。もうピロッキー、飯食う、飯食う、飯、はい、よっしゃ。これ友達のね、友達がペットショップやってるんで、爬虫類ショップ三国石、これはすごいな。これアクアリウムや、これはちょっといい、綺麗だね。ほらすっごい綺麗ですね。お魚くわえたドラ猫、結構すごいいっぱいいますね。これすごいね。ほら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 、綺麗ですな。赤どうですか？どうですか調子は？何何どうですか？お店の方は？全然暇です。暇ですか？ちょっとこれ映画になってるんで、ちょっとじゃあなんか言ってください。何を？一言。ぜひなんかこうやって。お好み何これ？さあさあお好み焼きでも食べましょう。これ食べちゃおうかな。ホタテ。聞く？おこれ美味しそうやね。ちょっと先食べていいかな。どう、名前言っていいの？ダメ。ダメ、うん、このおじさんたちはね。うん、これうまい。これ大地の味する。大地味噌汁もうまそう。母なる大地。いやー これ海の幸。はい、こちらが海の幸です。これ美味しそうだな。あ、僕、僕です。大葉、ホタテと俺やね。これはうまそう。ちょっとこれはやばいな。いやこれはやばいでしょう。広島風だねこれね。美味しそうだ。うまいね。うわ、これもまたうまいね。これはうまそうなお好みですわ。うまい。明日はよ、早朝に起きてよ、4時起きでよ、神奈川ダムでやってるけ。ここ3000円で泊まれるところや。築60年の旅館で泊まってや。おはようございます。皆さんお疲れ様です。今日はですね、いつもの自分のフィールドですね。